撮ってます。撮らんといて撮ってます。撮らんといてはい、今日は奈良にある、ここどっか分かってる？宇陀市。奈良の宇陀市にある竜王ヶ淵、リフレクションで有名な場所やねんけど、見てもらった通り雨がさ、風がさ、ほんまはやったらこの辺に見えてる木が水面に反射してええ感じのが撮れるんや。感じやろうな。な家出る前は雨雲見てるのは見てきてんけど、ちょっと分からへんから全部入らへんし。どうしましょう。一応まあそっち、遊歩道になってるし、まあ木の下やね、ちょっとうろうろしてみて、なんか撮れる場所を探そう。ちょっと雨やけど、なんか撮れる場所を探してうろうろしていきます。行ってみよう。シュッと。風やな。風がやみません。諦めよう。帰ろう。はい、帰ってきました。帰ってきましたよ。ただいま。奈良の宇陀市にある竜王ヶ淵、何やったっけ？水面がフラットになって鏡面になる。まあなんかフォトポイントというか写真ポイント、有名なところに狙ってきたけど、前半は雨やし、後半風山津やし、3時間ぐらい粘ったけど、もうやむ気配全然ないから、風のどうやって今日は時間ないし帰ろう、またリベンジということで。はい、とりあえず今日はこんな感じで帰ります。またさよなら。